パラどうぞ。こんにちは。こんにちは。どうも、埼玉で野菜農家をしながら NFT はじめ方学校の運営をしているオレッチです。毎日終業後にスタッフさんとおしゃべりをしていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は久しぶり中島さんということで、まあ、毎週木曜日の毎週木曜日か毎週でもない、ね、来れる時に来てくれるって感じですかね、はい、そう、ちょっとさっき以前うちでアルバイトしてくれてて、うん、で個人事業を開業してチャレンジをしている中島くんが、はい、木曜日のバンド練習にたまに来ると、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。もう、ね、久しぶりに来てくれてやっぱ嬉しいですね。あ、ありがとうございます。なんかもうさっきあの私も個人事業 の、 あの 開業届出したんでその話をしてたんですけど、うん、やっぱいろいろ教わることがあって本当にありがたかったんですけど、そうだ、実際さっきちょっと聞いてて思ったんですけど、やっぱ仕事がね両立するのがやっぱ大変というか、その個人事業と、まあ、他にもやってる仕事の、ね、両立が多分大変なんだなと思って、だから自分も、ね、これから、まあ、自分の事業をやってって、でここでもやって両立するってなった時に、やっぱどっちかをこうおろそかにしちゃってたら多分どっちもうまくいかないんだろうなっていうのをすごく思うんで、うん、本当気力というか、ああそうだ、ね、結局そこ大事じゃないですか。あまり体壊さない。まずね、大変なことをしなければ人より上には立てないんだよ。人より上で、ああ、うん、そうですね、人より先に行けないんだよ。カメさんならいいんだよ。カメさん。ウサギになりたいなら、はい、うん、人より先に行きたいなら、もっと成長したいなら、うん、大変なことをしないといけない、はい、うん、でどっちが優先かっつうと、まだ稼ぐ力がないうちはまずは所得の柱を一本立てることがまず最優先ですね。そうです、うん、はい、だからそれができなければ、うん、自分のやりたいこともできない、うんうん、だからまず自分の生活を回せるだけの所得をしっかり確保できるようにする、うん、だから今で言えばそれが本業なわけだよね、はい、うん、本業をしっかりやりつつ、うん、自分のビジネス副業を育てていく、うんうん、っていうしかない、うん、よっぽど、ね、3年間ぐらい食っていく分には困りませんっていう貯金があるなら、うんうん、別にいいんだけど、うん、副業フルコミットしても、うんうん、そうでないうちはまずは本業、本業で成長する、はい、うん、で自分の時間を自分のスキルアップに投資するですね、うん、しかないです、うん、しかないです。はい、そうですね、いやだから頑張ります。いや本業フルコミットってのは別にいいんだよ、うんうんうん、うん、そうですね、でそこで本業で自分のスキル伸ばして自分の価値を高めて評価を上げて、うん、はい、うん、所得が増えるようにしていくことももちろんいいんだけど、うん、はい、でもそれってもう今の世の中先が保証されるわけじゃないんだよね、うんうん、誰かに仕事もらってやってるのでは、うん、ね、いつ肩叩かれるかわからない、うん、いつ会社がなくなるかもわからない、まずだから自分で稼ぐ力をつけなきゃいけない、うん、で自分で稼ぐ力を本業の中で生かしていければそれでも別にいいんだけど、うんうん、でもさっき言ったみたいにそれじゃね、多分面白くねえと思うんだよね、多分ね。まあね、なんか人生そのものっていうか。うん、いや、本当ですよね、面白くないし自分の、要はだから誰かの都合に振り回されちゃうつってあれだけど、まあでも雇われるっていうのは、うん、自分の舵取りが自分でできないからっちゃうね、うん、確かにな、だからまあなんていうかな、今の世の中的には多分割合的にやっぱなんていうかな、やっぱ雇われてる人の方が多い、もちろんいつの世の中もそうよ、うん、でもやっぱそこで自分で、まあ、
経営をするみたいな、まあそれは規模は大きくても小さくても、まあ、それをやっただけでもやっぱ自分で考える力が身につく、まあ、自立できるっていうか、やっぱそこが一番大事、うん、結局ぬるま湯に使ってたらそれが一番気持ちいいわけよ、うん、ああうん、でも、うん、そのままだと何も何もつっちゃあれだけど、あ、まあ、成長もできないし、うんうん、ぬるま湯でしか生きていけなくなっちゃう、まあ、価値を高められない、熱い風呂にも、はい、水風呂にも突っ込んでいかないと、あ、水風呂にですね、うんうん、でもその経験が本業の方にも生きれば両方なんていうのかな、活かせるわけじゃない。そうですね、うん、だから、まあ、まずはの本業で本業で得られるスキルを磨くっていうのはもう当然のこと、はい、うん、で副業するにあたって、まあ本業と絡まる要素があればより両方とも、うんうん、生かせるとは思う。全く別のものをやろうと思うと、うんうん、本業で得られたスキルもなかなか生かしきれないし、うん、副業で身につけたスキルも生かしきれないってことになりがちだから、うんうん、だからそうだね、うん、生かせるもので考えるのがまずいいんじゃないの、うん、で2本柱が立ったら今度3本目いくわ、うんうん、俺さんで言う NFT みたいな、まあ何でもいいんだけどね、感じ、うん、3本目、4本目、はい、うん、そうすると安定するわけだし、どっか一つに頼らなくても、うんうん、いいわけだし、最終的には人に人生を委ねるようなことをしないでも自分自身で生きていけるっていう、生きていけるようになれば最高だよね、うん、そうですね、うんうん、で何しろどんどん機械も良くなって、うん、で今度は AI がなんだ、ね、出てきます、うん、で機械化されてブルーカラーが、うんうん、で稼げなくなっちゃったっていうのと同じようにホワイトカラーもこれから AI の進歩で、うんうん、今まで必要とされてた仕事が必要とされなくなってきちゃうと思う、うんうん、そうなるとそこにフルコミットしてたら価値が埋めなくなっちゃうんだよね、うん、そうですね、うん、でブルーカラーでも単純労働してたら結局はより生産性の高い人がいればそれに変わられちゃうか、あ、うん、だからもっと自分じゃなきゃできない人を増やしていかないといけない、うん、自分しかできない、うん、そう、誰にでもできることをただやっていたら いつか、うん、価値が埋めなくなってしまう、うん、いや本当ありがとうございます。なんか何が、いや多分俺さんに会ってないと多分そうこういう考えにならなかったんですよ、多分、まあ、最初の、ね、去年の初めだった、そういう決断をして行動してるのは君自身だからそれは、まあ、ちょっと遅くはなっちゃいましたけど、うん、誇りに思っていいと思いますけれど、いや、ありがとうございます。チャレンジしてる自分を頑張ります、これからあとは本当一つ一つ毎日の仕事が本当大事なんで、まあ、今日もいろいろ旦那さんとかにもちょっといろいろ教えてもらったんで、うんうん、本当それも忘れないで、結局こうなんか旦那さんも今日言ってくれてたのが、やっぱこう誰に言ってもなんか昨日言ったことがもうなんか忘れてる人が多いっていうことを言ってて、まあそうだね、うん、やっぱ俺も聞いてちょっと心が痛かったんですけどなんで忘れちゃうのかってことなんだけど、うん、多分だから、そう、あまり自分ごとにまだなってねえとか、うんうん、それからそうね、やっぱあと接触回数がね、お礼さんが言う、その回数が少ない、だから本気かどうかだよね、うんうん、
と思いますよ。自分事として捉えて本気で踏んでるかどうかじゃないのかな、でやっぱそれはぬるま湯に入ってるとなかなか、自分でよっぽど意識しないとできないことなんだけど、自分事にするっていうチャレンジするっていうのはもう完全に、何をするのもしないのも個人の自由になってくる、でやろうと思えば、そう与えられた仕事してるよりも多分本気で考えると思うよ、自分の身銭を切って自分の時間を投資してやるわけだから、無駄にしたくないって思うよね。そうです、そうですね。ただ月給や時給で働いてると別に決められた時間ね、そこでお金はそのままもらえるしっていう言われたことしてればまあ、とりあえずはもらえるわけじゃん、それはなかなかねやっぱり意識の高く持っててないと、その中で仕事を本気でやるっていうのはなかなか難しいのかもね、どうしても甘えるのが本能ですから、楽したいのが本能なんで、まあそうなんですけどねまあでもよく言うようにやっぱチームだと思うんで、やっぱ一人一人やっぱ意識、まあ、それもさ、だからやっぱりその、その人の気持ちの持ち方でね、そういう考えで動く人もいれば、そうはなれない人もいて、ただ、やっぱりなんかね、その考え方って伝染するから、前向きでチャレンジ、常にチャレンジしてる人、本気で必死でやってる人の周りにいれば、なんとなくそれが映ってくるもんだろうと思う、周りも、なんかこう気楽にあまり深く考えずにのんびりやってる人の中にいるとやっぱりそれも映っちゃうんで、だからなるべく自分を厳しい場所に置いて、でよりなんかこうそうだね、上目指してる人の近くにいれるようにしたらいいんじゃない？そうそういうこと、自分に厳しくですね。今いる自分の所属しているコミュニティの中でなかなかトップに立とうってそうそう思えない、真ん中ぐらいでいいやって大体思う、人よりダメだとちょっと嫌だから、せめて真ん中ぐらいにいたいって思う。でもその真ん中のレベルが要はこう階層があってね、この間の真ん中にいるのとこの間に真ん中にいるのと全然違うなっていう、そうで要はだから今自分が所属してるコミュニティもより一段上のところになるべく関わってくる、そうすると同じ真ん中にいるでもこんだけ上に行けるから、でここで進んだったらもうここに、でもそれは厳しいことなのよ、厳しいこと、やっぱりここは楽なのよ、そうですね、楽ちんな、でむしろここにいてあんまり上に行けなくてだったら一段降りてここのトップにいた方が楽しいやって思っちゃう、でもそれだと成長が止まるんでしょ、止まってしまう、そうだからまずは自分の居場所をより高いところに持っていくのが一番早いかな、持っていく、って思います、で今中島くんも白鳥くんも一段頑張ってここに来たのよ、一段上がったのよ、来
たんですか。上がったんだよ、うん、この中で一番下なのよ、うん、だから苦しいのよ。苦しい苦しい、はい、でもそこでまた戻って戻ってここに行っても気持ちいいかもしれない。楽だし気持ちいいかもしれないけど、うん、まあ、楽で気持ちいいことしたらね鍛えられないもんね、うんうん、そうですね。そう、そっか。だからどん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 付き合う仲間も変えていく必要はあると思います。あ、うん、そうですね。本当出会う人でも人生って変わるし、うん、だからまあでもチャレンジしたことでチャレンジしてる人と出会えるはず今度。ああ同じ仲間というか、うん、出会える機会が増えてくると思う、うん、今ここからこういったからね。そうですね。 ここの人たちと、うん、近づけると思う、うんうんうん、そうなんです。それがすごい楽しみなんですよね。で白崎くんなんかは、はい、今その倫理法人会とか、ね、ああそうですね、はい、こう若さってアドバンテージでここのコミュニティにも顔を出させてもらってる状態、はい、うん、それはもう若さの特権です、はい、若さの特権、うん、ただ前も言ったけどあ、うん、結果を出さなければバイバイになっちゃう、ね、バイバイになっちゃう、うん、はい、グッバイになっちゃう。バイバイやすね。今このね、いいっていうかね、上のコミュニティとの接点があるのをより本当ありがとう、大事にした方がいいよっていう、はい、そうですね、うん、だからなんか逆にこれからすごい楽しみですね。なんかんまたどんな人とそうだね、関われるのかなとか、まあそれも自分で多分、うん、だって個人事業を開業した経験のある人がこの日本国民の何パーセントいるか。実際どうなんですかね、うん個人事業やってる人って日本って同窓会とか行ってクラスに一人ぐらいは起業してるやつとかいいね。ああ、俺まだ同窓会一回もないんですよね、そういや。やった。誘われ、なんかまだやったこともないみたいな。いつやんだろうみたいな。まあコロナもあったからね。ああ、まあそうですね。見たのは、いや、親の代引き継いで社長やってらっしゃるっていう方。見たんですか。自分でっていうのは見たことない。全く自分で、すぐ、うん、始めるっていうのはなかなか。いらっしゃらないですよ。なかなか少ないと思うよ。まあ、その時点でかなりなんだろうね、貴重な経験をしてる。いや本当です、ね、他の人がしない経験。なるほど、うん、だからすごいんですよ。いやいや、ありがとうございます。でもそれもここからですけどね、ちょっと調べてちょっと思い切ったらもうそこに行けちゃったわけじゃん。うん、うん、みんなそれがすごい難しいことだと思ってるけど、うんうんうん、いや本当難しい。やりゃできることなんだよね、はい、うん、でもそれだけで他大勢の人よりも、ね、大勢の人がしたことない経験はしてるわけですから、うんうんうん、そうですね。いや本当貴重な体験だな。そうやりゃできる、はい、あとはだからやいいまずは、はい、じゃあ1円稼いでみなさいよ。その次10円稼いでみて、100円稼いで、いやいいですね、うん、はい、ね、それの繰り返しですよ、うんうん、そうですね。いやで、俺の理想としては、はい、まあ、仲間でビジネスができたら最高だねって思って、うんうん、おっしゃってますもんね。なんかその前から言ってるけどね、はい、うちの会社があってプラウドって会社があって、俺はその下で個人事業でアグリアスっていうのをやっていて、はい、でその下にみんなこう入ってきてるんですけど、うん、これがこんな風に会社をハブにしていろんなビジネスが
絡まっていきゃいいなと思ったわけ。これ俺ね、そうするとこういうふうにできることが広がっていく、ね、岡島さんの事業とかと何か接点がコラボというか、うん、出てくるかもしれない。ね、最終的には俺は死んじゃうから誰かここをやってもらわないと、このみんなのみんなで共同でやるビジネスが成り立たなくなっちゃう。ここの代わりも俺は育てたいと思って。なるほど、将来的にはね。そうですね。ただここをいきなりやるっていうのは、はい、多分難しいと思います。いや、雇われてるだけでここに行くのは、だから自分のビジネスをしっかりとられるようになって、で、次よしやってやんぜってやつがいたら、いずれはね。なるほど。ああ、頑張ろう。俺ももう40、今年49の年だから。そうか、今年で。60ぐらいまでにはね。誰か代わりがいないことにはもう、やっぱちょっと体力的にも大変ですよね。そっか。そうね。だから、まあそんな中でこんな風に誰かが増えてって、まあ最終的にこれはこういったりとか、ここを任せたり、この一緒真ん中任せたり。結局、何でもそうじゃん。国だってそうじゃん。村だって国だって、みんなそうじゃん。みんな変わっていくわけじゃん。そうだね。ね、天皇陛下の何代目おっと何代目でしたっけ?26 代目じゃないの。126。126じゃない。ああ。総理大臣何代目って。もう101?総理大臣ってそんな言ってるんだっけ。そう、前のそうですね、菅さんの時でちょうど100になる、100だったんで、101です。そう、みんなどん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 そう変わってって、そうですね、世代交代というか、なってくるんで。なるほどね。はい、まずはだから、はい、ね、俺の下から飛び出して、この輪に入ってますよ。そうですね。わかるか。そう。ありがとうございます。めっちゃいい話でした。やらなきゃ始まらない。そうですね。はい。失敗してもいい。はい。失敗するもんだ。はい。それはちょっと恐れてましたけど。失敗しないやつ。え？恐れてる？今まで恐れてましたけど。恐れてたら成功しないんだ。はい、失敗から逃げてたら成功しないんだ。そうですね。いっぱい失敗してんだね。はい。そう。いっぱい失敗していっぱい怪我して強くなる。何でもそうじゃん。というわけで話がまとまりませんけど。いや、十分まとまってますよ。加藤さん、何かありますか今日は。今日は水の、そうですね、思ったよりもちょっとちっちゃいところがあるかなって思ってましたけど、まあ場所によってはやっぱだいぶこれでけえなと、そんな感じはやっぱありましたね。ただあまりにもちっちゃすぎるのはやっぱさ跳ねてますけれども、それでもやっぱちょっとちっちゃいかなって感じのはやっぱあったかなと思います。それだけ？そうです。え、それちなみに外？そう。へえ。あっちです。ね、この真裏です。あ、真裏。まあ質問のレベルも徐々に上げていってください。そうですね。そうですね。気づいた点も、それもレベルアップにつながりますので、そうですね。はい、頑張ります。私も。はい、はい。じゃあ俺はちょっとズッキーニの楽
種植えてきます。はい。すいません。ちょっと今日いらっしゃいませ。バンド練習が。はい。鑑賞だけさせていただきます。普通のズッキーニ？普通のズッキーニ？いや違います。ちょっとブラックズッキーニってやつ。ああ。ブラックズッキーニ。はい。ちょっとまあ病気に強いやつなので、うん、まあちょっと初めてだとやっぱそれがいいかなと思って。丸とかイエローはないよね。そうですね。ちょっとそれもやってみたいなとは思ったんですけど、まあそれはなんか後というか。ただ丸い方の方が簡単だって言われてない？丸、いや、やっぱその大病性の高いものの方がいいっていう話を聞いたんで。で、黒いやつ。うんうん。ちょっと、まあ、他にもいろいろあるんですけど、でもやっぱり一番ビギナーにはなんかこれがいいよっていうのをやっぱ聞いたんで、それで今回はやっています。くれぐれもでかくしないように。はい、ああ、そうですね。まあそもそもやっぱり畑も結構広く使っちゃうんで、うん、ちょっと種もズッキーニってクソでかくなんだよ。すごいでかい。キュウリもそうだけど、うん、一つにたくさんなるんですもんね。クソでかくなって別に味は変わんないよ。うん、変わんないんですよ。ただそれは流通の問題と消費者の購入行動の問題で小さいものを取って出荷してるっていうだけ。はい、だスーパーで並んでるもの。はい、そういうことなんですね。うん、でかすぎたら食い切れないし、まあね、食い切れないもの高いんだよね、買う人もいないし、あでかいと箱の中に入る本数も減るから1本あたりの送料もかかってくるわけよ。あ、うん、でかいのは当然その劣化も早いよ。うん、だからみんな若取りするわけ。あ、うん、いや、キュウリだってこんなになっちゃう。いや、うん、そうですよね、でっかいから。うん、1日しか取り遅れると、うん、すげえ近くなる。いや、本当だ、収穫時期も本当大事なんですよね。うん、ただそれが食えるっていうのが農家から直接買うとか、はい、ああまあそうですよね、うん、まあ、スーパーだったらまあそれはできないけど流通には向かないし、はい、うん、そうか、その小売りにも向かないから、うん、流通してない。そういう強みがありますよね。だけで、うんうん、そうですね、畑のイベントとか来てくる人はでっかい方が喜ぶ。あ、まあね、ちょっとインパクトも大きいし、うん、でっかーみたいな。で、新鮮なうちに食う分には味はそんなに変わらない。変わらない。うん、そうか、すいません、ちょっとそこ知らなかったので勉強します。勉強しなくてもどうせでっかくしちゃうと思うよ。でっかくしちゃう。毎日見ないとだから。あ、出すと朝と夕方見るよ。あ、うん、分かりました。 OK です。じゃあまずは苗を作りますね。はい、はい、というわけで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さようなら。さようなら。